はい、みなさん、こんにちは。えー、通訳館内市の横山と申します。えー、今回は、日本歴史のお昭和史の前半を見ていきたいと思います。えー、昭和史は長いですので、えー、真ん中辺で分けまして、えー、昭和元年からあ昭和32年までを前半として見ていきたいと思います。えー、まずですね、えー、昭和元年ですね、1926年ですが、 12月に大正天皇が47歳で,です、ね、お亡くなりになり摂書であった広仁親王が皇位を継承しますで元号もですねその昭和に改元されます昭和2年ですが1927年に2月にですね大正天皇がのですねまあ体操ですねお葬式が行われます 3月に片,片山直治ですね、増将、大蔵大臣が、えー、衆議院で,です、ねえー、東京・渡辺銀行が破綻とね、出現したわけですね、まあ、実際はその、まだ破綻してなかったんですけども、あのまあ、破綻しちゃったっていうね、あの失言しちゃって、えーまあ、それによってです、ね、人々がその、まあ、不安になってですね、えー、払い戻しに、えー、その銀行にね、その大量に押しかけたわけですね。 そういうの取り付け騒ぎっていうんですけども、それによってですね、混乱が起こってしまったと、みんながね銀行にこう押し寄せたわけですね。で、それが金融恐慌のまあ発端になったということでね、ですから、政治家の発言というのはね非常にこう重要であるっていうのはね、よく分かりますよね。4月に田中義一内閣が成立しますね田中義一っていうのはあのは長州藩の人でね。 えー、声優会の,、ねえー、の人だったんですけども、組閣して、えーでですね、3週間のモラトリアムを緊急直例で実施します、えー、つまりその取り付け騒ぎが、ね、世の中で起こってますから、モラトリアムと言い,いまして、その支払い猶予,猶予令というのを、ねえー、出してです、ねえー、とりあえずその社会不安を沈、ね、静化しようとしたわけですね。 5月に第1次三党出兵ということで、中国にね、三党出兵ということで、3回ね、こう出兵するわけですね。で、第1回目が5月に行われましたと。6月にですね、立憲民政党というですね、政党ができます。6月に東方会議というのを開催しまして、満蒙ですね、満州とモンゴルの一部のね、権益確保を確認しました。 7月に芥川龍之介が自殺ということでね、えー、35歳ということで、まあ今で言うとね、35歳ってうと非常にこう若いですけども、ええー、まあ自殺しちゃったわけですね。で、あの、逆に言うと35歳までにあんなにね、こう、なんていうんですかね、立派なその作品をかけたっていうのはね、えー、すごい話ですよね。はい。で、次にですね、12月。 浅草、上野間に日本初の地下鉄が開通ということで、今ね、日本、東京ですとね、中心部は、どちらかというと渋谷とか新宿とかね、池袋とか、そっち方面が栄えてますけど、当時はですね、浅草とか上野が、ああ中心だったわけですね、商業の中心だったわけですね。で、とりあえず浅草と上野間にその地下鉄を引いてですね、 えー、開通させたと今,今でいう銀座線ですよねで銀座線の,あの上野駅と浅草駅ってなんかこうちょっと駅は綺麗ですけどもあの線路の方を見るとねちょっとなんか古い感じしますよねまあもちろんあの当時のものではないにせよ、まあ、いずれにせてもねあの上野浅草間っていうのは非常に古いわけですね 昭和3年ですね、1928年に、えー、ですが、2月にですね、共産党の機関紙の赤旗が創刊されます。赤旗っていうのはね、今でも創刊されてますね。えー、2月に初の普通選挙が開催されます。えー、1925年に普通選挙法が出されてますから、まあ、それに伴ってですね、えー、この年に行われましたと。で3月に3.1号事件で共産党員が、ね、一斉検挙されます。えー、4月に日本商工会議所が設立され、 えー、5月にですね、災難事件が起こります。えー、これはですね、第2次、三島出兵の際に、えー、起こったものでね、えー、日本軍がその中国の災難というで都市で、えー、国民政府軍と衝突して、あのまあ、被害があったということですね。双方に被害があったと。えー、6月にね、張作林爆殺事件ということで、えーまあ、あの国内においてはですね、満州某重大事件ということで、あまりこう詳細は、ね、報道されなかったんですが、 張作林というですねその軍閥の,その親分の一人をですね、えー、関東軍の甲本大作らがですねその列車ごと爆,発した爆破したわけですね、えー、7月に全国の警察に特別高等科特攻を設置します、えー、その特攻というのはですねあの思想警察ですね、えー、まあそういったですね思想を取り締まる警察部隊の,その部署ができたと。 8月にパリ不戦協定が結ばれ、11月に、ね、ラジオ体操の放送が開始されます。ラジオ体操はですね、あの今でも、例えば夏休みとかね、公園行くとね、あのよくやってますよねあの。スタンプもらえたりしてね、私もまあ小学校の時に、ね、行ってましたけどね、えーまあ、この時に開始されたわけですね。11月に昭和天皇が京都御所で即位式を行います。昭和4年にですね、1929年ですが、 4月に、ね、阪急百貨店が大阪の梅田に開店します。えー、初の、ね、本格的ターミナルデパートということでね。えーまあ、梅田には今阪急百貨店まだありますけどね。えー、つまりその阪急っていうのは、まあ、私鉄なんですけども、その沿線の,、ねそのまあ、たくさんの,その住民がいますよね。まあ、その人たちのを鉄道で運ぶだけじゃなくてですね。 ターミナル駅にデパート等を作ってですね、そこで買い物もしてもらうと。ですから、鉄道も使ってもらって、買い物もしてもらうということでね、まあ、そういうことを行うようになったということですね。4月に4.16事件ということでね、共産党の党員を、ね、大規模に検挙します。4月に田中義一の内閣が総辞職し、これはですね、あの 先ほどのね、あの、満州某重大事件で天皇がね、お怒りになってですね、まあ、それで辞めたんですね。で、浜口大幸内閣が成立します。8月に、ドイツの飛行船のセッペリン号というですね、飛行船が、あの、茨城のですね、霞ヶ浦飛行場に到着します。で、10月にですね、ニューヨーク株式市場が大暴落し、世界恐慌が開始されますと。まあ、世界恐慌がね、ここから始まるわけですね。 で、キートの価格が暴落ということで、まあ日本というのはね、キートのが非常にこう、なんていうんですかね、その、えー、産業競争力があったんですけども、まあその価格が暴落してですね、えー、ダメージが大きかったわけですね。で、11月に浜口大沙地内閣が金輸出解禁ですね、金解禁を発表します。昭和5年1930年に、えー、金輸出解禁実施ということで、 えーまあ、実際に実施するわけですね。金本院制にまあ復帰するわけですね、えー。1月にロンドン海軍軍縮会議が開催され、えー、4月にですね、えー、ロンドン海軍軍縮条約に調印して、えー、調印したんですが、統帥権をね、甲板ー問題というのが起こりまして、えーまあ叩かれるわけですね。つまり、その統帥権をね、天皇の統帥権をまあ犯したというふうにね、えーまあ、言われたわけですね。 5月に日中関税条約が結ばれ、日本と中国の、日本がですね、中国の関税自主権をまあ承認したということですね。それまでは日中間はその不平等条約でですね、関税自主権は認めていなかったんですが、まあこれによって中国の関税自主権を認めるようになったと。9月に陸軍のね、中佐である橋本金五郎がですね、桜会というね、 えこれは右翼団体ですけども、結成しますね。えー、10月に武者事件というのが起こりまして、えー、台湾にね、武者っていうね、まあ、場所があるんですが、えー、そこでですね、反日武装蜂起が起こって、まあ、これが鎮圧されるという事件が起こります。えー、11月に浜口雄崎がですね、東京駅で佐合屋止めよっていうですね、人物にまあ狙撃されるわけですねで。即死ではないんですけども、翌年ね、お亡くなりになるということでね、 えー、東京駅行きますと、あのー、原隆とですね、浜口大崎の狙撃されたマークがね、あのー、地面にね、こう、ありますよね。えー、昭和6年ですが、1931年ですが、えー、3月に3月事件が起こります。えー、橋本金五郎らの桜会が、えー、軍事クーデターを計画しますが、未遂に終わります、えー。桜会というのは先ほど言ったようにね、抑、あのー、団体ですね。 4月に重要産業統制法が公布され、4月に第2次若月玲次郎内閣が成立します。8月にはね、イギリスでマクドナルド挙国一致内閣が成立しますね。で、8月にですね、浜口大幸が死去します。前年にですね、あの東京駅であの襲撃されてますから、まあ、それがもとでですね、62歳でお亡くなりになったと。 で9月に龍浄湖事件ということで、えー、と関東軍がです、ね、中国の龍浄湖の満鉄を、ねえー、線路を爆破したとで、それによってです、ね、満州事変が勃発しますということですね。であの関東軍はです、ね、どんどん,どん,どんその戦域を、ね、拡大していくわけですね。で9月に若槻礼次郎内閣が、あのー、不拡大方針ということで、 あのそんなに拡大するなということでね、あの方針だあの、命令を出したんですけども、まあ、それにもかかわらずね、軍部はどん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 拡大していくとで、マスコミ等もですね、それを煽ったわけですね。えー、10月に、えー、10月事件ですね、えー、橋本金吾郎らですね、またですね、軍事クーデターを計画をするんですが、まあ、これもミスに終わるということですね。えー、10月に、えー、国際連盟が満州撤兵を勧告します。 12月に、えー、犬強剛がですね、えー、内閣を組閣し、えー、犬飼内閣が成立し、金融室再禁止を決定します。で、高橋小歴代というですね人物があの高橋財政を、ね、始めるわけですね。昭和7年、1932 19年ですね、1932年ですが、えー、第一次上海事変が勃発します。これはですね、 あの満州事変で、えー、勢いに乗ったです、ね、日本軍が、えー、上海で,です、ねえー、その中国の軍隊と、まあ、ぶつかるわけですね、交戦するわけですね、えー、2月に、えー、リットン調査団が来院します、えー、リットンさんがです、ねあのー、その満州事変を調べるために、前、まあ、満州に行ったんですけども、えー、その調査団がです、ねまあ、日本に来院しますと。 え3月にですね満州国が建国が宣言され、溥、え、儀、ー、というですね、えー、人物が失勢になります。で3月に、えー、決明談事件ということで、あのー、三井合名会社の、ね、理事長の段拓磨と、えー、井上順之助の前蔵将ですね、奥倉大臣が決明談に暗殺されるという事件が起こります。 えー、5月に5.15事件ということで、えー、海軍の、えー、青年将校がですね、えー、大川襲明から、大川襲明っていうのはこれも右翼,右,翼の、まあ、あ右翼の運動家なんですけども、えー、大川襲明からですね、資金上援助を得てですね、犬養首相をまあ射殺しますね。えー、これはまあ有名な話でですね、えー、犬養首相がまあ話せばわかると言ったんですが、 えー、その海軍将校はですね、えー、門道無用といってね、まあ、撃ったと、ピストルを撃ったというふうにね、うん、まあよく言われてますよね。えー、5月、斎藤誠強国一致内閣が成立します。えー、1924年以来のですね、政党内閣が崩壊するということですね。えー、5月に、えー、赤松勝丸が、えー、日本国家社会党を結成し、 9月に日満議定書が、ね、調印されて満州国が承認されますと。で、10月にリットン報告書ですね。リットンさんの、そのリットン調査団の、ね、リットンさんが報告書を、ね、日本政府に今通達するわけですね。12月に日本橋ロキアで火事が起こります。昭和8年、1933年ですが、1月にですね、ドイツではヒトラーがですね、首相に就任します。 で、2月にですね、松岡洋介があ日本代表として、えー、国際連盟にね、えー、出席してたんですけども、えー、総会から退場しますね。で、3月に正式にですね、国際連盟だったよう通告すると。で、4月にですね、滝川事件というのが起こりまして、えー、その京都大学のですね、京都帝国大学の、えー、滝川幸俊、えー、教,教授がですね、 警報、あのー、特本という、ねまあ、本を書いたんですけども、まあ、それがですね、えー、政府によって、えーまああのー、禁止されてですねでそれで、あのー、休職になったということですね。5月に、タンク停戦協定が結ばれ、河、えー、北分離工作の一環としてですね、えー、頂上避難を非武装化ということでね 万里の長城より南をですね、まあ、一部の地域を非武装化してですね、河北地域をですね、中国の河北地域を分離しようとしたわけですね。えー、6月に獄中の佐野学部と鍋山定かですね、これはあの共産党の幹部なんですけども、連盟でですね、獄中から天候声明したということですね。えー、つまり、その共産主義からですね、その、まあ、その、 思想をまあ変えたわけですよね左から右に変えたということですね。で、10月がですね、ドイツが国際連盟から脱退し、通告しますと。で、12月にですね、えー、皇太子、昭仁が誕生ということでね、えーまあ、平成時代の天皇である昭、ね、仁様がまあ誕生されるということですね。 えー、昭和9年ですが1934年ですが、えー、3月に、えー、満州国の訂正が開始されます、えー、皇帝はね府議ですね、えー、4月に三菱重工業株式会社が設立され、えー、4月に帝陣事件というのは起こります帝、えー、陣というのはですね帝、あのー、陣事件というのは、まあ、あの今でもね帝人って会社ありますけども帝、えー、陣の株式売買をめぐるね義国事件が起こりましたね えー、5月に、えー、東郷平八郎がね、86歳で、えー、お亡くなりになります、まあ。日露戦争でですね、大活躍した人ですが、えー、5月にお亡くなりになりますね、えー。原宿にね、東郷神社ってありますよね。あの東郷平八郎をね、お祭りしてるところありますね。えー、7月に、えー、岡田圭介内閣が成立します、えー。9月に室戸台風が起こり、 えー、死者・行方不明が、ね、約3000人という、ね、非常にこう大きな、ね、被害がありました、えー、10月に陸軍省が陸軍パンフレットという、ねえー、正式名称を国防の本義とその強化の提唱というです、ねえー、パンフレットを、まあ、配ったわけですね、えー、11月に、えー、アメリカの大リーグの、ね、ベーブ・ルースが、ね、来日しました 昭和10年ですが1935年ですね2月に菊池武夫が貴族院で美部辰吉の天皇旗艦説を攻撃するわけですね3月に保田四十郎亀井勝一郎がですね日本ローマン派という雑誌を創刊します6月に梅津花王金協定が締結され8月にですね 政府は第一次国体名朝声明というのを出しますね先ほどのね天皇機関説というですねが問題になってですねそれに応える形でですね国体名朝声明というのを出すわけですね8月に相沢事件というのが起こりましてあの行動派のですね相沢というですね軍人が対立しているですね統制派の永田鉄道をですね えー、切りり殺すすという、ね、事件が起こります、えー、10月に、えー、イタリアがエチオピアに侵攻開始し、えー、12月にですね共犯支援党の一つである大本教がですね弾圧されるわけですね、えー、昭和11年1936年ですが、えー、2月に2.26事件が起こり、えー、行動派の、ね、青年将校がクーデターを決行します えー、高橋惠紀夫党ですね、えーまあ、暗殺するんですけども、えー、これはですね結局、まあ、失敗に終わるわけですね3月に、えー、広田後期内閣が成立しますね、えー、5月に軍部大臣現役武官制が復活し、えー、7月にですねスペインの内戦が開始されます11月に日独防共協定がですね調印され えーまあ、そのに日本とドイツがですね、そのえーまあ、協定を結んだんですけども、まあ、目的としてはです、ねえー、ソ連の共産主義に対抗するためということですね、えー。12月にシーアン事件ということで、中国のシーアンで,です、ねえー、張学良というです、ね、その軍閥の人物が、えー、紹介石を解禁監禁するという、ねまあ、事件が起こります。昭和12年。 えー、1937年ですね、えー、2月に林千十郎内閣が成立します、えー、林千十郎っていうのはねこれ軍人さんですね、えー、6月に第1次近衛内閣近衛文麿内閣が成立します、えー、7月に六国橋事件があ起こりこれマルコ・ポーロ・ブリッジっていうんですけどね、えー、その橋でですね、えー、日中があその戦闘状態に入ってですね日中戦争が開始されます 8月に第二次上海事変が起こり9月に第二次国境合作が起こり抗日民族統一戦線が結成されます国民党と共産党がです、ね、合,同して合流してです、ね、その日本軍に対抗しようとしたわけですね10月に国民精神総動員運動が開始されますまた企画院が設置され えー、企画委員というのはですね、革新官僚の拠点となったんですが、経済の参謀本部と言われまして、えー、その、まあ、計画立案する、ね、役所ですね、えー、11月に大本営が設置されます。よくね、あのー、映像でね、大本営発表ってね、よくやってますよね、えー、その大本営ですね、えー、12月に、えー、東京帝大の教授の柳原忠夫、 がですね、教授がですね国家の理想という論文を、ね、非難されて、えー、辞職しますね12月に日本軍が南京を占領し南京事件と言いましてあの、まあ、大人子供を含むですあの女子供を含むですね多数の市民をまあ虐殺したというふうに、ね、言われてますね、えー、昭和13年ですが1938年ですね 1>, 1月に第一次近衛声明ということで、自後国民政府を相手にせずという声明を出します。2月に石川達造の「生きている兵隊」というですね、その作品が、地方公論から出てたんですけども、これが、ね、発起になりますね。発売禁止ってことですね。3月にドイツがオーストリアを併合し、4月に国家総動員法が交付されます。 7月に超刻法事件というのが起こり、9月にミュンヘン協定が調印され、ドイツがですね、ズデーテン地方を併合するようになります。10月に河合英二郎のファシズム批判という論文が発禁、発売禁止ですね、されますね。11月にこの首相が、東亜新秩序建設を声明します。 えー、昭和14年1939年ですが、えー、平沼喜一郎ですね内閣が成立しますで、えー、5月にノモンハン事件というのがですね、えー、モンゴルの方で起こりまして、えー、ソ連軍にですね、まあ、ソ連軍と戦ったんですけども、えー、ソ連軍はですね最新鋭の,そその戦車をね、まあ、使って、えー、対抗してきてですね、まあ、日本軍負けちゃうわけですよね えー、7月に東京芝浦電機ですね、えー、株式会社が設立されます。えー、今でいう東芝ですね、えー。ですから東芝っていうのはね、東京芝浦電機の、その東京芝浦っていうですね、地名から来てるわけですね。えー、7月、国民徴用令が交付され、8月に独ソ不可侵条約が調印されます。えー、これによってですね、えー、平沼内閣は総辞職します。えー、欧州情勢は複,複雑回帰であると。 つまり、ドイツと、ね、ソ連がその条約を結ぶとは思わなかったわけですよね。日本とドイツがその条約を結んだのはそれに対抗するためだったわけなんですが、ですからまあ複雑回帰であるという、ね、コメントを残してやめるわけですね。で、8月に安倍信行内閣です、ね、が成立し、この内閣の時にです、ね、第二次世界大戦が勃発します。 えー、つまり、ドイツ軍がですね、ポーランドに進撃するわけですね。まあ、それによって、ワ、えールドウォー2ですね、第二次世界大戦が勃発します。えー、10月に価格等統制令が公布されますね、えー。昭和15年、1940年ですが、えー、1月に与内三政の内閣が成立します。えー、3月に王朝明というですね、えー、がですね、中国人の王朝明がですね、南京に国民、 中国国民政府というのを樹立しますねこれは日本の傀儡政権で、ねえー、ですねで、4月にですね、えー、米、味噌、マッチ、砂糖などが切符制が採用されます。で6月がですねドイツが,、えードイツがですね、パリに無血入,入場ということでね、あのヒトラーがねそのエッフェル塔の前で写真撮ってる、ね、写真がありますよね。え6月に近衛文麿が新体制運動を提唱します。 で7月に第二、近衛文丸内閣が成立し、えー、9月に、ね、北部普通院に進駐します。えー、これはですね、蒋、えー、介石を援助するそのルートのね、延焼ルートって呼んでるんですが、延焼ルートの一部を、ね、遮断するためなんですね。で9月に日独伊三国軍事、三国軍事同盟をね、締結しますね。えー、日本とドイツとイタリアということですね。で10月に太平洋翼参会が発足し、 11月に大日本産業報告会が成立します。で、11月にね、西恩寺金持ちですね、911歳で死去しますと、西恩寺さんというのはね、何度もその首相を経験しててね、元老としてもですね、まあ、その、かあの裏でですね、影響力を持ってた人物ですけども、この年にね、お亡くなりになるわけですね。昭和16年、1941年ですが、 4月にね、小学校を国民学校という、ね、名前に変えます。解消するわけですね。また、日ソ中立条約が調印され、松岡洋介と外相とですね、モロトフ外相が条約を結びます。7月に第3次古内文丸内閣が成立し、南部仏印に進駐しますね。で、8月にですね、 えー、アメリカが対日,金融、えー、対日石油輸出全面禁止ということでね、えー、これはかなり、ね、ダメージは大きいですよね、えー、つまりもう石油を、ねえー、行ってきたりとも、ね、日本に輸出しないということですからね、えー、でさすがに、ね、もう日米関係はかなりやばくなってくるわけですよねで。8月にルーズベルトとチャーチルが太平洋憲章を発表し、えー、日本としては9月にです、ね、帝国国策遂行要領というのを出しますね。 で10月にゾルゲ事件というのが起こりまして、これはね、スパイ事件ですね。えー、ゾルゲっていうですね、人物が中心となってね、起こったのスパイの事件ですね。で、また10月に登場比できないかが成立しますと。で、11月にアメリカはね、春ノートを提示するわけですね。春さんという人が、まあ、最後通帳でですね、えー、まあ、要するにこう、条件を出してくるわけですね。その、戦争を避けるための条件をずっとこう、交渉してるんですけども、 ハル、えー、さんがその、まあ、提案してくるわけですね。で、それがまあその、かなりですねその、日本にとってなかなか飲み込めるような内容ではなかったので、12月にですね、午前会議ということで、まあ、天皇の,、ね、の前で会議を行ってですね、えー、その対英米海戦が決定されるわけですね。で、それによってですね、12月に、えー、日本軍はですね、南はマレー半島を上陸し、 えー、東においてはですねハワイの真珠湾を、まあ、奇襲するわけですね、えー、これによって太平洋戦争が開始されるということですね、えー、昭和17年ですね1942年ですが、えー、1月に日本軍がマニラを占領します、えー、で2月にシンガポールを占領し2月に食料管理法が交付されます、えー、この時期はですね本当に日本軍というのは非常にこう勢いがあってですねどん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 その領土をね あの拡大していくわけですねで4月に米軍機が日本の、ねえー、本土を初空襲するわけですね。で5月にバターン市の行進ということであのフィリピンにですねあのバターンという、ね、場所がありましてそこであの、えー、アメリカの,です、ね、その捕虜、まあ、あの現地人とかも含むんですがその捕虜をですね あのー、その移送するのにトラックがなかったんで歩かせたんですよね。で炎天下で、まあ、フィリピンってのはねもちろんあの暑いところですから、えー、食料もね不足してますし、まあ、弱ってましたからその長いあれそのデスマーチねその歩いてる間に、まあ、多数の方がお亡くなりになったわけですね。えーまあ、殺したりもしたんですけども、まあ、それがねバタン氏の行進ってやつですね。 6月にミドウェイ海戦で、これもね、ミドウェイ海戦がありまして、これがですね、その戦争のある意味転機になったと言われてますよね。日本は空母の4隻を喪失してですね、多大な被害を受けたわけですね。ここから形勢がですね、だいぶ変わってくるわけですね。11月に大東亜省が設置され、11月に関門海底トンネルが開通しますね。関門トンネルはいいですね。 えー、下関と文字を、ね、結ぶトンネルですね、えー、一文字ずつ取って関門トンネルっていうんですね、えー、12月に大日本元論報告会が設立されます。えー、昭和18年、1943年ですが、えー、2月に日本軍はガダルカナル島から撤退を開始し、えー、4月にですね、えー、連合艦隊司令長官、山本五十六さんがね、59歳でお亡くなりになると。えーその えー、飛行機に乗ってるときにね、あのー、戦闘機に乗ってるときに撃墜されるわけですね。えー、5月に圧倒で、えー、日本軍が玉砕するわけですね。で、9月にイタリアがあまずですね、無条件降伏をしますと。で、10月に学徒出陣壮行会ということで、明治軍の外苑のですね、競技場でですね、えー、学生さんを集めてですね、壮、あ、行、のー、会を行ったわけですね。 で11月に大東亜会議で東京で開催され大東亜共同宣言ということでねアジア諸国の,そのリーダーを集めてですね会議を行ったわけですね11月カイロ会談がありカイロ宣言が出されますルーズベルトチャーチル蒋介石、ね、が出席しましたとで12月に学徒出陣が開始されてね学生さんが戦場に覆うことになります 昭和19年、1944年ですが、1月にインパール作戦が開始され、6月に連合軍が、フランスのね、ノルマンジ上陸うということでね、ノルマンジ上陸作戦と呼ばれたりしますけどね、えー、その海岸をですね、えー、海岸にその上陸するわけですよね。6月に、えー、今度はサイパン島にね、上陸するわけですね。もう日本軍、あの、アメリカ軍がですね、サイパン島に上陸したということで、まあ、サイパンというのは、 日本に近いですよね。日本からそのサイパンにその観光に行く人ももちろんいますけども日帰りで行けるぐらい、ね、近いですよね。で6月にマリアナ沖で海戦があ起こりまして、えー、7月にですね、小磯国明内閣が成立しますとで8月にですね、対馬丸事件ということで、まあ、これ非常にこう悲惨な事件なんですけども沖縄からですね、疎開するその船がですね、アメリカの攻撃で撃沈しちゃったわけですね。 で疎開戦ですから、たくさんの子供がが、ね、乗ってたんですよね、でその引率の,その大人とかもまあもちろん乗ってたんですけども、多数の子供もが、ねえー、お亡くなりになったということでね、非常にこかわいそうな事件ですね、えー、10月にレイテ沖海戦ということで、まあ、レイテ海っていうのは、ね、あのフィリピンですけども、そこで,です、ね、大規模なその戦闘が起こって、えー、ここでも日本を負けてしまうわけですね。 で同じ月にですね、10月に神風特攻隊が初めてですね、えー、この頃から活躍し出してですね、えー、米韓に突撃するということですね。はい、えー、次にですね、えー、昭和20年ですね、この年は本当にたくさんのことがありまして、ちょっとね、えー、2回分けてやるんですが、スライドは2枚になってるんですけどね、えー、1945年に、まず2月にですね、やルた会談が開催されますと。 で米軍がですね硫黄島に上陸してですねその際に栗林中将が最後までね戦って徹底的に抗戦したわけですね。これはあの映画でありますよねクリント・イーストウッド監督のね有名な映画がありますけども3月に東京大空襲ということで b 2 9がですね3月10日に、まあ 江東区のあたりですね、東京のその東半分をですね、絨毯爆撃してですね、焼夷弾をバン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 落として、多数の方がお亡くなりになったということでね、東京大空襲、まあ東京も何度か空襲されているんですけども、これは一番大きいやつですね。で、一晩にして10万ぐらいの方がね、お亡くなりになったということで、ね、4月に米軍が沖縄本島に上陸します。で、鈴木貫太郎内閣が成立し、またですね、 えー、この戦時中にですねルーズベルトが63歳という若されお亡くなりになって、えー、その時トルーマン副大統領があ副大統領でしたからあそのまま昇格するってトルーマン大統領になるわけですねで4月にムッソリーニが銃殺されるとまあイタリアはもう降伏してますけどねム、えー、ッソリーニがあの吊るし上げられてですね銃殺されるわけですねで同じ月にヒトラーが56歳で自殺すると、えー、ですからあもう 翌5月にはですね、ドイツも無条件降伏ということでね、日本だけがまだね、戦ってるわけですね。で、8月に広島、長崎に原爆投下。で、8月にですね、ボツダム宣言受託決定ということで、えー、受託したのが14日で、ね、えー、玉音放送がね、15日ですね。 はい、えー、次にですね、えー、昭和20年の後半ですね、8月に玉音放送ですね、えー、戦争終結の証書ということで、えー、天皇陛下がね、えー、の肉声を録音したね、えー、レコードをー15日に、ね、流すわけですね。で、えー、8月に東国の宮飛彦内閣が整理します。で、えー、マッカーサーが厚木飛行場に到着しますね。これは有名な写真がありますね。えー、口に、 パイプを加えてね、降りてくるね、写真がありますよね。9月に、米韓ね、水利号で幸福文書が調印されます。太平洋の上にですね、に浮かんでるね、その軍艦の上でね、調印したわけですね。まあ、陸上の上でやるとね、ちょっと危ないですからね、まあ、多数のアメリカ兵がね、見守る中で調印するわけですね。9月に、天皇がね、マッカーサーを訪問します。 これも有名な写真ありますよね。あの、マッカーサーが手に後ろにあってですね、えー、天皇とよ並んでるね、横に並んでる写真がありますよね。えー、10月に、篠、えー、原喜十郎内閣が成立します。で、マッカーサーが五大改革指令を出し、えー、国際連合がね、成立しますね。United Nation、UN がですね、成立するわけですね。11月に、えー、日本社会党が結成され、片山哲が書記長に就任します。 片山哲也はね、後にあの首相になりますね。12月に近衛文丸が服読自殺で54歳でお亡くなりになります。12月に第一次農地改革が開始されます。農地改革はですね、農地改革は、あの、小作農をですね、自作農にする。まあ、要するに自作農を増やすための政策なんですけども、あの、 1> 第1次と第2次があるんですが、第1次はね、まあいまいちこう成果が上がらなかったわけですね。で、昭和21年に、1946年ですね、1月に天皇がね、人間宣言をします。神格化否定の証書ということで、まあ神様ではなくてですね、一時人間であると、人間であるというね宣言をするわけですね。2月に金融、緊急措置令が出され、預金封鎖が実施されます。 預金封鎖っていうのはね、あのー、要はその預けてるお金がね、おろせなくなるわけですよね。まあ今から考えたら非常にこう、怖いというかですね、すごいことですけどね。まあ実際その戦後はね、そういうのは行われたわけですね。えー、3月にチャーチルが鉄のカーテン演説を行います。えー、4月に、えー、持ち株会社整理委員会が成立し、えー、財閥解体がですね、本格的に開始されます。で、5月に極東国際軍事裁判が改定し、えー 5月にですね、食料命令が開催され、公、え、共、ー、前にですね、25万人もですね、人が集まったということでね。えー、まあ、戦後間もない頃ですから、食料不足がね、すごい深刻なんですよね。で、まあ、お腹を空かして、まあ、国民もね、本当にこう、非常にこう、なんていうんですかね、食料にも困った時,時期ですね。で、5月に第一、吉田茂内閣が、ああ、整理してますね。で、8月に経団連。 経済団体連合会が創立し、えー、10月にですね、えー、自作の創設特別措置法が交付され、えーまあ、翌年にですね、農地改革が、第2次ですね、農地改革が開始されると。で、この第2次農地改革っていうのがですね、まあ、あの非常にこう、えー、効果があってですね、えー、と言われてますね。で、11月に日本国憲法が交付され、12月に傾斜生産方式ということで、 その産業をですね、その一律にその要請するんじゃなくて、その重要産業、つまりその鉄とか石炭とかそういったですね、えー、重要産業に傾斜的にね、こう資源を配分していこうと、お金を配分していこうっていうね、まあ方針ですね。昭和22年1947年ですが、1月にね、復興金融公庫が開業し、2月に2.1ゼネストということでね、 え、ストライキをね、計画してたんですけども、あのー、マッカーサーの命令でですね、直前になってですね、えー、中止になってしまったと。4月に労働基準法お、また独占禁止法が交付され、5月に日本国憲法がし、えー、これ施行されるわけですね。6月に片山哲内閣が成立し、片山哲というのは先ほど言った日本社会党の党首ですからね、えー、まあその人が連立内閣を総括するわけですね。 7月に厚生取引委員会が発足し、8月にパキスタンが独立し、インドも独立しますよと。で、9月に労働省が設置され、12月に過度経済力集中廃止法がですね、交付されますね。で、12月にね、内務省が解体されます。昭和23年ですが、1948年ですね、1月に帝銀事件というのは起こります。帝国銀行でですね、毒物の殺人事件が起こりますね。 いまだにこれは謎が多い事件というふうに言われてますね。1月にインドでガンジーが暗殺されます。2月に芦田人氏が内閣が成立し、6月にはですね、作家の太宰治が入水自殺しますね。38歳という、ね、若さでお亡くなりになります。6月に昭和電光疑国事件が起こります。8月に大韓民国が成立し、北ではですね、朝鮮民主主義人民共和国が成立します。まあ、北朝鮮ですね。 で、9月に昭和電工疑獄事件で足田一氏がね、逮捕されるわけですね。で、11月に極東国際軍事裁判で、えー、まあずっと裁判を行ってきたんですが、先般25名に有罪判決が出されまして、東条秀樹らにね、まあ、死刑判決が出たということですね。で、12月に GHQ が経済安定急原則を発表します。えー、昭和24年、1949年ですが、 えー、GHQ の経済顧問のどっちがですね、来、え、日、ー、してどっちラインを発表します。4月に、えーえー、北大西洋条約機構、NATO が成立しますね。で、4月に1ドル360円の単一為替レートが実施されるようになります。まあ、今だと考えられませんけどね、えー、当時は1ドル360円だったわけですね。えー、5月に新生大学が発足し、 ま、この年にですね、多数の大学が、あまあ、あの、発足したわけですね。え、6月に独占禁止法が交付され、え、7月にですね、え、下山事件、三鷹事件、松川事件、松川事件8月ですけども、こういったですね、え、一連の事件が起こったわけですね。その、鉄道にまつわる事件が起こったと。下山事件っていうのは、あの、鉄国鉄総裁のね、下山貞則が、 あの東京の綾瀬駅あたりでですねあの、引かれた死体で発見されたと。ま,あ、まだ誰がね、そのやったかわからないんですけど、まあ、自殺の可能性もあるって言われてるんですけどね、歴史死体で発見されたと。で、三鷹事件というのは中央線の三鷹駅で、えー、電車がね、暴走したわけですね、無人電車が暴走したと。で、松川事件というのは、あの東北本線のですね、あの福島にある松川駅って駅があるんですが、そこに電車がね、転覆したわけですね。 まあこういった、ねえー、一連の事件で、あのー、まあ、あのー、が、まあ、起こったということですね。で、8月にシャープ勧告が発表され、所得税を中心とする所得税中心主義が、に、えー、なることが、まあ、決まったわけですね。で、9月にドイツ連邦共和国、西ドイツが成立し、えー、10月にですね、毛沢東がですね、 えー、中華人民共和国を成立宣言をしたということですね。えー、ですから、まあ、1949年に建国されたということですね。11月に湯川秀樹がですね、ノーベル物理学賞が決定されると、受賞が決定するということですね。えー、湯川さんというのはね、日本初の、まあ、ノーベル賞受賞者ですね、えー。昭和25年、1950年ですが、3月にストックホルムアピール発表され、えー、原子疫の禁止が要求されます。 四月に公職選挙法が交付され、6月に朝鮮戦争が勃発します。で、7月に総評ですね。日本労働組合総評議会が結成され、8月に警察予備隊令が交付されます。警察予備隊っていうのはできるわけですね。えー、つまり朝鮮戦争で、あのー、戦争がね、始まりますから、始まってますから、えーまあ、日本もですね、まあ、軍隊は作るわけにはいかないんですけども、それに準ずるようなね、組織を、まあ、作る必要があったわけですね。 え9月にレッドパージということで、まあ、共産党員をですね、その追放するような運動が始まります。えー、これを逆コースって言うんですけどね。えー、公職追放を、戦後はね、公職追放してましたけど、それをだんだん解除して逆にですね、今度はあの共産党員をね、あのパージする、追放するようになったわけですね。えー、10月にえ中国人民義勇軍が朝鮮戦争に参入してくるということでね、 まあ一進一退の攻防が続いてたんですけども、あの中国がですね、北からどんどんね、こう朝鮮半島に入ってきたわけですね。昭和26年、えー、4月にトルーマン大統領がマッカーサーをね、えー、悲鳴にしますね、えー。マッカーサーがその原爆を使おうっていうねこう、強硬な意見をね、出してきたんで、それで、まあ、クビにしたわけですね。で、9月にサンフランシスコ講和会議が開催され、えー、日米、ね、安全保障条約が調印されますと。で、あのー、 10月にですね、日本社会党が左右に分裂し、12月にマーシャルプランが終了します。昭和27年ですが、1952年ですね、4月に日航機の木星号が大島の三原山に墜落します。4月に日米安全保障条約が発効し、5月に皇居前広場で血の命令事件が起こります。7月に破壊活動防止法ですね、略して破防法と言ったりしますが、が交付され、 8月に日本が IMF、国際通貨基金や、えー、と、世界銀行に加盟します。で10月にですね、えー、警察予備隊が保安隊にね、えー、改編されるわけですねで。12月に日本長期信用金行、えー、長銀がですね、設立されます。昭和28年、1953年ですが、1月にアイゼンハワー大統領が就任し、3月にソ連の首相のスターリンがですね、 えー、お亡くなりになると73歳でお亡くなりになるわけですねで6月にですね内灘っていうのはこれ石川県ですけども、えー、米軍基地のです、ね、反対闘争が激化しますねで7月に、えー、朝鮮、えー、休戦協定が調印するということで、ね、休戦ですからね終戦ではありませんからね、えー、とりあえず戦争をやめましょうということで、ね、調印するわけですねで9月に町村合併促進法が公布され えー、10月にですね、えー、池田隼人、池田ロバートソン会談で、えー、防衛力残像を協議しますと。で、12月にですね、奄美諸島返還日米協定が調印されるということでね、奄、え、美、ー、諸島は比較的早く、ね、返還されたわけですね、えー。昭和29年ですね、1954年に3月にビキニ干渉でですね、えー、水爆実験で、第五福竜丸がね、被災するわけですね。 えー、放射能を帯びたね、あの、雨等を浴びてですね、で乗組員の一人がお亡くなりになったりするわけですね。三、えー、3月に日米相互防衛、相、え、互、ー、日米相互防衛援助協定ですね、m a 協定が調印されます。四、えー、4月にエジプトのナセル政権が成立し、四、えー、4月に第1回全日本自動車賞が開催されますね。えー、後の東京モーターショーですね。四、えー、4月に造,造船疑惑事件が起こります。 5月に、えー、地方交付税が交付され、6月に、ね、防衛庁設置法自衛隊法が、えー、交付され、6月に首央内とネルがですね、平和5原則を発表します。で、7月に実際にですね、防衛庁と陸上自衛、陸海空のですね、自衛隊が発足しますね。で、12月に第1次鳩山一郎内閣が整理します。 昭和30年、1955年ですが、1月にトヨタ自動車がですね、クラウンを発表します。で、2月に日本生産性本部というのがね、設立され、4月にアジアアフリカ会議が開催されます。で、5月に西ド,西ドイツがですね、NATO に加盟し、7月に日本住宅公団法が公布されます。これによってですね、住宅公団というのはできるわけですね。 8月に第1回原水爆禁止世界大会が被災地であるですね被爆地である広島で開催されますで9月に日本はガット t に、ね、加盟しますねで9月に砂川基地ですね拡張強制測量で反対派と警察隊が衝突ということで砂川基地っていうのはですねあの東京の立川のですね北の方にあるところですね そこで、米軍基地をですね、拡張しようとして、衝突が起こったわけですね。10月に左右社会党が統一され、11月に自由民主党がね、結成されますね。これで55年体制が作られるわけですね。12月に原子力基本法が公布されます。昭和31年ですが、1956年ですね、2月にフルシチョフがですね、スターリンをね、批判するわけですね。 まあ、あのー、それまではね、考えられませんでしたけど、まあ、スターリンの独裁でしたからね、まあ、もうスターリンもいませんから、ええー、お亡くなりになってますからね、ええー、まあ、それ批判したわけですね。5月に水俣病が公式に解く認されます。まあ、水俣病っていうのは、四大公害病のね、一つで、あのー、熊本県にあるね、都市の名前ですね。ええー、6月に新教育委員会法が公布され、まあ、 教育委員がですね、その任命制になるわけですね。7月に経済白書でもはや戦後ではないというね、えー、文言があ、まあ、書かれるようになったということですね。で10月にハンガリー事件。で10月に日ソ共同宣言が調印されて、えー、ソ連と、ね、国交を回復するわけですねで。11月に東海道本線がですね、全線電化するわけですね。えー、それまでは記者が走ってましたけども、まあ、電気が通ったと。 で12月に国連がですね国連加盟を可決しこれはですね10月にその日ソがです、ね、国交を回復しましたから、まあ、それによってですね日本は国連加盟が認められたとで12月に石橋炭山内閣が成立します石橋炭山っていうのはもともとジャーナリストだった人ですねでその人もすぐやめちゃうんですねあの病気になってやめちゃうんですね で昭和32年1957年ですが2月に岸井信介内閣が成立し7月にカナダで、ね、バグウォッシュ会議というのが開催されます。で9月に、ね、公民権法が成立し10月はですねソ連がスプートニク1号を、ね、打ち上げるに成功するということですね。